悟の家でハチを飼ってくれたのでコウス介も半分ハチを飼っているのと一緒だった悟の家に遊びに行くといつでもハチと遊べたし悟がハチを連れてコウス介の家に遊びに来るときもある最初はコウス介の父親がガンとしてハチを家にあげなかったので車庫で遊んでいたが そのうち母親が店じゃなくて自宅の方に入れてくれるようになってそうしたら父親もなし崩しになじんだ壁や家具で爪を研がせるなということはしつこく言われていたが通りすがりに父親がちょっとハチをかまっていくようなこともあったハチを飼ってくれなかったことは悔しかったがそうやって父親がハチをかまってくれることは嬉しかった 自分の好きなものに父親が歩み寄ってくれたような気分になったもしまた子猫を拾ったら今度は自分の家で帰るかもしれないなんてだって自分の家に自分の猫がいるのは格別だ悟の家に泊まりに行った時悟の部屋で布団を並べて寝ていたら 夜中にホテホテと四つ足に踏まれて目が覚めたハチが布団の上を渡っていったのだ夜中に猫がホテホテ踏んでいく重みってなんて幸せなんだろう見ているとハチは悟の胸の上に丸くなって寝始めた悟は重たいのか眠ったまま途中で横に下ろしていたが いいな。自分ちの猫だったら夜中にホテホテ踏まれて一緒に寝られるんだうちのお父さんハチのこと結構好きになったみたいだし次に猫拾ったら今度は飼ってもいいって言ってくれるんじゃないかないいねそしたらハチにも友達ができるねサトルも喜んで、 スイミングの行き帰りにまた子猫の入った箱が落ちていないか探すようになっただが住宅団地の案内板の下にまた子猫売りの段ボールが置いてあるようなことはもう二度となかったもちろん捨てられるような不幸な猫はいない方がいいのだだいたいもう一度猫を拾ったとしても コウスケの父親が猫を飼ってくれるなんてことはありえなかったのだから悟の家にハチがやってきて2年ほど経ったコウスケと悟は小学校6年生になっていた秋が深まった頃に修学旅行があった京都へ2泊3日 お寺なんてどこもかしこもおんなじにしか見えなかったけど友達と一緒に知らない土地で寝泊まりするだけで楽しくて仕方なかったいつもでは考えられないほどたくさんのお小遣いを販売してお土産を買うのも自分の欲しいものもたくさんあるけど家族にもお土産を買わなくてはいけない予算の配分にはみんな頭を悩ませた お土産屋さんの店先でサトルが難しい顔で悩んでいたので「どうしたの?」と声をかけたうんどれ買おうかと思ってサトルが悩んでいたのは色とりどりの油とり紙のコーナーだお母さんがなんとか屋の油とり紙買ってきてって言ってたんだけど忘れちゃってそんなのどれでも一緒じゃないの しかし悟は煮えきらないようなので「お母さんのお土産は後にしたら?」と言ってみたその提案には悟もあっさりうなずいた「じゃあお父さんのお土産買おうかな」「そうしなよ僕もお父さんのお土産買おうっと」といくつか店を見て回り先に決めたのは康介だ 商売繁盛と書かれたのぼりを背負った招き猫のキーホルダー「猫を好きになってくれたらな」という下心もちょっぴり含んでいるあそれいいな悟もコミカルな表情の招き猫に目を輝かせたでもうちはお店じゃないから商売繁盛ってちょっとおかしいよね商売繁盛のほかにもいろいろあるよ。 お父さんのお土産にしてもおかしくないのぼりの文句は健康第一と交通安全だった他に家内安全というのもあったがこれは意味がよくわからない結局招き猫がチに似ているからという理由で悟は交通安全を選んだお母さんの油取り紙は結局思い出せなくて また次の日に探すと言っていた翌日は校庭の2日目だっただが翌日のお昼ごはんが終わると悟るはいなくなっていた班で集合する時担任の先生から「宮脇くんは事情があって先に帰りました」と説明があったええー 宮脇君かわいそう。クラスメイトから口々に同情の声が上がった。せっかくの修学旅行なのに途中で帰らなくちゃいけない。なんて自分の身に置き換えて考えると可哀想すぎる。沢田君何か聞いてないの？康介も何も聞いていなかった。一番仲良しの康介にも何も言わないで帰ってしまったのだから。 とよほどの事情があったのだろう。さとる、おばさんの油取り紙まだ変えてないのに、おじさんだけお土産があっておばさんのがなかったら、おばさんがっかりするんじゃないかな。そうだ、とひらめいた。僕が代わりに買ってってやろう、なんとかやんの油取り紙あ。でもどうしたらわかるかな。 悩みながら見学先は金閣寺だ「金錦キ,キラキラのお寺は」は今まで見てきた渋いお寺とは一線を画す得意な個性を放っていて生徒たちは「派手ー!」と大騒ぎである「悟も一緒に見られたらよかったのにな」と胸がちょっぴり痛んだ自由時間になって 同じクラスの女子がお土産屋さんでキャッキャとはしゃいでいるのが目に入った。ここでもう一つ、そうだ、がひらめく。女子に聞いたら知ってるんじゃないだって油取り紙って女子の持ち物だし。ねえねえ。にぎやかな小鳥のようにさえずっている女子たちに声をかけて尋ねる。 なんとか屋の油取り紙ってわかるなんか有名なところみたいなんだけど。回答は一発だった。用事屋だよ、用事屋。向こうにお店があるよ。女子たちは今からそこへ行くところらしく、コウスケも一緒に連れて行ってもらった。油取り紙は一番安いやつでも三百円以上して、 お小遣いの残りを考えるととちょっとひるむでも悟は修学旅行の途中で帰っちゃってかわいそうだし僕は悟の親友なんだから悟はきっと途中で帰らなくちゃいけなかったことよりもおばさんのお土産を買えなかったことを気に病んでいるそれがわかるのはコウス介だけだ 男子にとってはどこにどういう価値があるのか全然わからないが、コケしみたいなイラストが描かれた油取り紙を一つ買った。あんまり薄っぺらいので、これで本当におばさんは喜んでくれるのかなと心配になったが、とにかく本人のリクエストだ。沢田君、お母さんに用事頼まれたのおう サトルがお母さんに頼まれて探してたんだ。買えずに帰っちゃったから。すると女子たちは、沢田君いいやつだねえと口々に感心してくれた。悪い気はしない。宮脇君のお母さん、絶対喜ぶよ。有名だもん、ここ。そんなに有名なのかと驚くと同時にほっとした。 それならペラペラでもルのお母さんは喜んでくれるに違いない自分の母親のお土産もこれにすればよかったかなと思ったがそれは前日にもう買ってしまっている母親にお土産を2つというのは予算オーバーだし母親だけお土産を2つ渡したら不機嫌になる父の顔が目に浮かんだので諦めた 三日目。修学旅行の全工程を終えて家に帰り着いたのは夕方だただいま。お土産を出しながら旅行のことを話そうとすると父親にいきなり小づかれたお土産を渡そうとしたのに雷を落とされるだなんてこんな理不尽な話が他にあるだろうか きっと修学旅行から帰ってきたクラスメイトの誰もこんな仕打ちは受けていないそれを思うと泣きたくなったすると母親が神妙な顔で言ったすぐに着替えてサトくんのところに行くわよそうだサトルが途中で帰っちゃったんだ何かあったの 母親は目を伏せて言葉を探していたが父親が怒ったような声でズケズケと言い放った「るくんのご両親が亡くなったんだ」「亡くなった」という表現がピンとこなくてぼんやりしていたら「死んだんだ!」と追い打ちが来た意味が分かったと同時に 目がぶっ壊れたみたいに涙がぶわっと溢れた。めそめそすんなとまた小づかれるが止まらない。サトル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 。一体なんてことに。修学旅行に出かける前日にもサトルの家に行って遊んだ。 ハチと遊んでいるとおばさんは「明日は修学旅行でしょ朝早いんだからそろそろ帰りなさい」とコウス介を送り出してくれた「ハチとはいつでも遊べるでしょ?」と修学旅行が終わって遊びに行ったらおばさんもいるはずだった。 おじさんも、いつもどおりいつでも会えるはずだった何より修学旅行を途中で帰らされてお父さんとお母さんがいきなりいなくなっていた悟は一体どれほど悲しかっただろう交通事故だったの一緒に車で出かけていて 飛び出してきた自転車をよけようとして自転車はよけられたが2人は助からなかった今日がお通夜だから行ってあげようね母親の出した服に着替えて親子3人で家を出たが住宅団地の坂の下まで来た時に忘れ物に気がついた。 そんん、なもんまた今度でいいだろう。怒る父親にどうしてもとせがみ先に行ってていいからと家の鍵だけもらって一人で帰った走って戻る背中に「クズなやつだな!」と吐き捨てられた悟の家ではなく公民館だった 黒い服を着たおばちゃんたちが忙しく立ち働き、棺が二つ並んだ祭壇の前に、やっぱり黒い服を着た悟が所在投げに座っていた。サトル呼びかけると、うん、とうなずいたが、心ここにあらずという感じだ。康介の方も呼びかけた後、何を言っていいのかわからない。 これズボンのポケットから薄い紙包みを出した。父親にぐずと罵られて取りに戻った。おばさんの言ってた油取り紙、用事当たったよ。すると悟が突然号泣した。あれを童国と呼ぶのだと、もっと大人になってから、童国という言葉を知った時に思った。 黒い服を着た女の人が駆け寄った。周りのおばちゃんたちよりずっと若い。もしかするとサトルのお母さんよりも。サトルに声をかけ、背中をさする様子から身内の人だと分かった。君はサトルのお友達はい、そうです。と背筋が伸びた。サトルを家に連れて帰って休ませてあげてくれる この子、帰ってきてから初めて泣いたの。僕が泣かせちゃったのかなと気がそぞろになる。それほど悟の同刻は凄まじかった。だが、女の人は泣き晴らした目元でかすかに笑った。ありがとう。悟の手を引いて、悟の家まで帰った。 サトルは途中で何度もえずきながらキレキレにしゃべったお父さんのお守り間に合わなかった交通安全の招き猫だけど意味なかったお母さんのお土産買えなかった買ってきてくれてありがとうしゃべる内容を汲み取れたのは康介だからだ 他人が聞いてもただ吠えるように泣いているだけとしかわかるまい部屋に入ると玄関にハチが待っていた獣のような泣き方をしている悟に怯えた様子もなく先導するようにリビングに向かったリビングでとうとう力尽きてへたり込んだ悟の膝に乗り添えられた悟の手を丁寧に丁寧に舐め続けた 拾った時は子猫だったのに、今はハチの方が、サトルよりも大人のようだった。お葬式の時、サトルはあの女の人の隣でずっとシャンとしていた。他にも身内らしい人が来たが、あまり近い親戚ではないらしい。クラスメートもお焼香に来た。 女子などみんなべそべそ泣いていたが、悟は泣かずに挨拶した。立派だなと思った。同時に、悟が少し遠くへ行ってしまったような気もした。もし康介が悟と同じ立場になったら、たとえ大事な忘れ物を取りに戻る背中にぐずと吐き捨てるような父親でも、母親と一緒にいなくなられたら、きっとぐちゃぐちゃになる。 こんなふうにしっかりできないお葬式が終わっても悟は学校に来なかった康介は学校で配られたプリントを毎日届けに行き言葉少なな悟と二人でハチをかまって帰った悟の家にはあの女の人がずっと泊まっていた 若く見えるがお母さんの方のおばさんで、歳が少し離れた姉妹らしい。これからこのおばさんとここに一緒に住むのかなと思いながら、プリントがない日も悟の家に通った。おばさんはコウス介の名前を覚えて、いらっしゃい、浩介くんと迎えてくれたが、朗らかだった悟のお母さんと違って物静かなので、 まるで知らない家に来たような感じがしたある日悟がぽつりとつぶやいた引っ越すことになったんだおばさんが悟を引き取ることになったがおばさんが住んでいるのは遠くらしいずっと学校に来ないのでうすうすそんな予感はしていたがいざとなると 胸にぽっかり穴が開いたそんなの嫌だなんてダダをこねてもどうにもならないことは分かっている康介は悟の膝に乗っているハチを黙って慣れたハチは今日も丁寧に丁寧に悟の手をなめているでもハチが一緒だろそれなら少しは寂しくない新しい場所でも サトルは一人じゃない。だが悟は首を横に振った「ハチは連れていけないんだおばさんは転勤が多いから悟もやっぱりそんなの嫌だ」なんてダダをこねてもどうにもならないことは分かっている顔をしていたでもそんなのあんまりだ ハチはどうなるの登園の人がもらってくれるって。サトルはその親戚の人、よく知ってるのサトルは黙って首を横に振り、あんまりだという気持ちが高ぶって憤りになった。ハチがサトルのよく知らない人のところへもらわれていくなんて。こんなに丁寧に丁寧にサトルの手を舐めているのに。 僕僕、うちでハチをもらえないか頼んでみる今までも半分康介が飼っているようなものだった康介が飼うようになったら悟は康介の家に来たらいい康介とハチに会いに来たらいいお父さんだってハチがうちに来たらハチをちょっと構うようになってた 最初に拾った時はダメだったけど今ならだがダメだダメだ猫なんか父親の返事は最初の時と全然変わらなかったでも悟はお父さんもお母さんも死んじゃったんだよそれなのにハチまで知らない人のところに行くなんてかわいそうだよ知らない人じゃないだろう親戚なんだから サトルは知らないって言ってたよめったに会わない遠い親戚なんか子供にとっては他人と一緒だ。友達の方がよっぽど近くだ。どうして大人はそんなこともわからないのか。とにかくダメだ猫なんて10年も20年も生きるんだぞお前一生責任持てるのか持つよ自分で稼いだこともないくせに生意気言うな あんまりだと思ったのか母親も途中まで味方してくれたが父親が余計に意固地になったことも最初の時と変わらなかったくんはその宣告を覆せるような力を小学校6年生の男子は何一つ持っていない。 しゃくり上げながら悟の家に向かった住宅団地の坂の下から足を引きずるように登る初めて鉢を拾った時悟はコウス介が鉢を変えるようにと全力投球してくれたのに全力の方向はあさってだったが紛れもなく全力投球で駆けずり回ってくれたのにそうして最後は ハチを悟の家で飼ってくれたのにごめんとコウス介はうつむいて涙を絞り出した「お父さんがダメだってあの時もそう言って泣いただけど今は悲しくてじゃない悔しくてだ」 息子の親友のために猫一匹も引き受けてくれないような父親だったことが悔しくて恨めしい今まで気恥ずかしくて口にしたことはなかったがもし康介に親友と呼べる友達がいるとしたらそれは悟のほかにありえなかったクソおやじあんたの一人息子にとって悟はそういう友達だったのに。 いいよ。悟はそう言って泣き笑いの顔になった「コウちゃんが頼んでみる」って言ってくれて嬉しかった悟が引っ越していく日コウス介はもちろん見送りに行ったが信じられないことにコウス介の父親もついてきた悟はうちと親しかったんだから当然だと。 悟の大事な猫を引き受けなかったくせにどうしてそんな恥知らずな真似ができるのか仲良しの友達が遠くに行くのを見送ったのが深刻に父親を軽蔑した最初の記憶になった越していった悟とは最初は手紙や電話をこまめにやり取りしていたが遠く離れて会えない日々が重なると 自然と連絡が薄くなった。ハチを引き受けてやれなかった負い目が変に膨れたということもある。きっとしょっちゅう顔を合わせていたら親密さに紛れて流れてしまう程度の気まずさだ。けれど一番の負い目を最後に会えなくなると、会えない時間が負い目を育てる。それでも年賀状のやり取りがずっと途絶えなかったのは、 悟は特別の友達だとどこかで信じていたからだ大事な猫さえ引き受けてやれなかったとあっては幼い頃のように親友なんて大層な言葉を胸の内で転がすこともできなかったがそのうち会おうなとお互い一筆添えた年賀状のやり取りは高校を卒業し大学に入っても続いたただし 本当に会えないままに積み重ねた時間が邪魔をする成人式の時昔の同級生と一斉に再会した県外に出た者もその日は大勢帰ってきた悟はその中にいなかった一体どこの成人式に出たのか 成人式で盛り上ががったのがみんな忘れられらなかったのだろう。それからしばらくの間同窓会が流行った高校の同窓会にはまだ早いが小学校や中学校は懐かしさではしゃげる頃合いだ地元に残っているものが幹事となり県外組にも連絡を取ってあちこちで同窓会が開かれた 地元組だった康介に漢字役が回ってきたのは小学校の同窓会である6年生の時のクラスメートで集まろうということになったふと思い立って悟に招待状を出した同窓会幹事という大義名分が背中を押した悟の現住所を知っているのは康介だけだ サトルからは電話で返事が来た。電話の声はやんちゃだった頃そのままのハイテンションでずいぶん久しぶりだったのにそのまま話が弾んだ今まで疎遠だった分を取り戻そうとするかのように悟はしゃべりにしゃべったはあ、楽しかったじゃあまたなそう言って電話を切って 切ったと思うやかけ直してきた同窓会の返事を忘れていたのだもちろん出席それから交流が復活し年に何度か会うようになった悟は東京の方の住まいだが大人になれば距離もさほどの障害ではなくなる 悟は東京の大学を卒業して東京で就職したそうだス介は地元の大学を卒業して地元で就職のコースであるス介が父親の写真館を継いだのは3年ほど前のことだ大人になってもあまり折り合いの良くなかった父親が体を壊し店を畳んで少し離れた田舎へ引っ込んだ ももとと地主の家筋なので地べたはあちこちに余っている今まで自宅だった写真館はしばらく閉めたままにしていたが維持も面倒なので手放すことになったそうするからなといつものごとく一方的に聞かされてふと寂しくなった子どもの頃から写真は身近だった 怒りっぽくて横暴な父親は、写真のことならいつも機嫌よく教えてくれたし、古いカメラをくれたりした。父親の流儀ではあるが、写真のことは一通りわかるようになったし、大人になってからはたまに写真館の撮影を手伝ったりもしていた。写真を返したときだけは、親子関係が良かった。ということは、 写真に縁がなくなったら今後はますますお互い不機嫌になっていくのかそれも何だかやりきれない妻と相談し勤め先が左前になりつつあったことも背中を押してよかったら俺が都合かと申し出た父親は意外なほどに喜んだ涙を流さんばかりだった ああ、もしかすると今さらだけどここから好転していくのかと思った思ったんだけどな吐き捨てるようなつぶやきになり悟が気遣うように伺った何か揉めてんの横暴で身勝手な父親に孝行なんてまだまだ考えるもんじゃなかったな。 再会した写真館に父親はしょっちゅう押しかけてくるようになった田舎へ引っ込んだなどと言っても少し離れた程度なので距離はいささかの障害にもならない経営に口を出し店の方針に口を出しまるで横断な気取りだその上妻にも余計なことを言うあんたにも 早く沢田写真館の後継ぎを生んでもらわんとな子供になかなか恵まれないことは妻が一番気に病んでいた母親が檻に触れ諭したが母親に苦言されると意固地になるのは生涯の病だそれがようやく念願の子供を授かった去年のことだところが 妊娠初期の不安定な時期を乗り切れず流産した言葉もなく打ちのめされた妻に向かって父親がかけた見舞いの言葉は最悪だったまあこれであんたも子供ができることは分かったわけだからめまいがしたどうしてこれが俺の父親なんだ 子供の頃から一体何度思ったか知れない悟を突き放しておきながら恥知らずに見送りに来たあの日からそれから嫁さん実家に帰っちゃっててさ実家ももちろん大激怒。言い訳する余地なししかし父親は最近の若い女は神経質だ と反省の色もないたまに死んでくれねえかなって思う時あるよ独り言のようにくちばしってしまってから慌てて「すまん」と付け加えるこういう無神経さが父親の血なのだろうかとうんざりする「気にすんな」と悟は笑った親子関係なんか人それぞれだろ 俺は自分の両親に死んでほしくなかったけど、それは両親と仲が良かったからだよ。両親があの人たちじゃなかったらどうだったかわからない。こじれると一番深刻なのは血縁だって言うしね。それでも気まずい思いを拭えずにいると、悟は人の悪い笑顔になった。俺だって、 コウスケのお父さんが自分の父親だったら愛せたかどうか難易度の高そうな命題に思わず吹き出す世の中には親になるべきじゃない人っていうのも存在するしな親子はいって絶対の保証があるもんじゃないと思うよ仲の良かった両親を早くに亡くしている悟からそういう意見が出るのは意外だった 奥さん早く戻ってきてくれるといいなさあどうかなあ舅に腹を立ててるだけってわけでもないだろうし父親にはっきり物を言えない夫にもうんざりしているのだろう康介には怒鳴られると言葉を飲む癖がついている子供の頃からの反復は偉大だ 条件づけさえ間違えなければ誤った条件づけをすり込まれ康介は父親の理不尽な物言いにも碁性に負けて口ごもる「お父さんそんなにいろいろ口出してくるのか最近は客も減ってきてるしな昔のようにここぞという時写真館で写真を撮る人が減った」 時世によるものだが父親にとっては康介がふがいないからだということになる俺が見てやらなくてはと口出しはいよいよ増えるそれを聞き流すことはできるが突っぱねることだけはどうしても下手だった僕は違うぞ脳なものは断固として脳だ 猫はあまねく、脳と言える生き物だからね。そして、猫を引き取ったら猫好きの奥さんが帰ってきてくれないかな。なんてヘナチョコ男の家にもらわれるなんて、猫の尊厳にかけて断固として脳だ。ナナ、そろそろ落ち着いたかな。コウスケがソファーから立ち上がってケージの方に歩いてきた。 さあ来い無理やり引っ張り出して抱っこなんてしようものならその顔面で向こう3ヶ月はオセロンが楽しめるほどくっきりマス目を刻んでやるぞ「チ,チチチ」などと愛想を振りまきながらケージの中に手を伸ばしてきた康介に「シャッ!」と歯をむくはいそこ絶対防空剣犯そうものなら後悔必至 まだダメみたいだな。コースケはしおしお手を引っ込めた。うん。ちょっと無理そうだね。そしてサトルは、あのさ、と、控えめな口調で切り出した。コースケは、猫を飼うなら、奥さんと新しい猫を探した方がいいんじゃないかな。え、どういうこと 俺の猫を引き取ったらなんだかお父さんにハチのことを当てつけてるみたいじゃないか <laughs> どうせハチを突っぱねたことなんて覚えてないよ親父はでも康介は覚えてるだろ悟の指摘に康介は無言になったそうそう サトルの大事なネたるル僕を引き取ろうという友達がいは否定しないよ。だけどハチに似てる僕を引き取ることにほんのり昔のあてつけが混じってないとも言わさない。その困った親父のせいで奥さんが出てったあてつけも混じってないとは言わさない。康介と奥さんが飼う猫は。 何の事情も引きずってないまっさらな猫の方がいいと思うんだでもっと康介がむずがる子供のような顔をした俺はハチが好きだったんだあの時本当にハチを引き取りたかったんだ似てるけどナナはナナだよハチじゃない悟だってハチに似てるからナナに運命を感じたんだろ サトルにとってナナが運命なら俺にとっても運命のはずだああもう人間ってどうして大人になってもこんなに物分かりが悪いんだろうね呆れちゃう俺のハチはもう死んでるんだ高校生の時にコウス介のハチはまだ生きてるそうだよ悟のハチはもう悟の中で片付いてる だからハチの場所と僕の場所は違うんだ。コ介、スケ、お前はそうじゃないだろさっき聞いたから頭でハチが死んだって分かってても気持ちが分かってないだろ悲しまないと死んだ猫は片付かないんだ。ずっと音信不通だった猫の死を悼むことはできても今更悲しめないだろ そしたらね。コウス介。お前はハチの場所に、そのまま僕を置いちゃうんだ。ナナとしてサトルに愛されてる僕は、今更お前のハチの身代わりになるのはごめんだな。その上困った親父や傷ついた奥さんが乗っかってくるならなおさらだ。僕は類まれなる聡明な猫だけど、 そんな鬱陶しい人間関係を背負って愛願されるなんてそんなめんどくさいことはまっぴらだな奥さんとまっさらな猫を探して二人の猫にしたらいいよお父さんのことはほっといてさお父さんはブツブツ言うかもしれないけど無視して勝手にこの家で猫を飼えばいいよ 康介は返事をしなかったけど、もう分かったって顔をしていた。だからもう一度ケージの中に手を伸ばされた時は、鼻向けに撫でさせてやったんだ。親父のことはそろそろ割り切って乗り越えとけよ。猫ならあまねく生後半年で親離れを果たすんだぜ。 サトルは僕の入ったケージをまた銀色のワゴンに乗せた見送りに出てきたコウス介と名残惜しく立ち話が尽きないようだそういえばさサトルが思いついたように手を打った都会の方でさペットの写真を撮る写真館ができて結構流行ってるんだってペットの可愛い写真を残したいっていう人 意外と多いらしいね。へえ、そりゃ面白いな。コウス介も興味深そうに釣り込まれた。悟もナ,ナを取ってもらったことがあるのかいや、俺はないけど。そして悟がいたずらっぽく笑う。沢田写真館がペットスタジオを始めたら、俺もナ,ナを取ってもらおうかな。そりゃいいや。 コウスケも笑った。あのクソ親父に叩きつける新規事業としてはなかなか痛快だもんな悟がワゴンに乗り込んできた運転席の窓を下げてコウス介に「そういえばさ」とまた言った二十歳の時コウス介が同窓会に誘ってくれただろう古い話だなとコウス介が笑う サトルも声が笑っている。あの時、本当に嬉しかったんだ。なんだよ、今さら。嬉しかったってまだ言ってなかったなと思ってさ。よせよ、とコウスキがいなす。よさないよ、とサトルがおどける。ありがとう。もう一回この町に来られるようになるなんて思ってなかったんだ。 じゃあまたあっさりとしたあいさつをかわして悟は沢田写真館を後にしたごめんな奈々悟は運転しながら僕に話しかけた康介にはお前じゃない方がいいと思ったんだでも絶対信頼できるもらい手は探すからいいっていいって。いいって そもそもこっちは頼んでないんだから。今日だって無理に置いて帰ろうものなら、お前も康介も、ちょっとむごいことになってたぜ。具体的には顔面オセロ半年分かな。するとサトルは助手席の僕を見て、え<っ>と声を張り上げた。なな、お前どうやって出たの 知らなかったあのケージ鍵が甘くてうちからこうちょいちょいっとやるとは一発っぱよ。うわあ開くのか知らなかった新しいの買わなきゃだめかなああ,あ,あ,あ開けられるって知ってコメントそれ僕は今の今まで僕の一生の鬼門たる病院に連れて行かれる時だって。 一度たりとも逃げたりしなかったんだぜ必要ないか今までわかってて言うこと聞いてくれてたってことだもんなそうそうサトルは僕が類いまれなる聡明な猫だってことに感謝してればいいの僕は助手席の窓に伸び上がってしばらく流れる景色を堪能しそれから座席に丸くなった カーラジオから何やらロック音楽が流れてくるが、これは低音が腹に響いて気持ちが良くない。猫にも結構音楽の好みがあるんですよ。皆さんご存知耳を伏せ、尻尾を横振りしてアピールすると、サトルはすぐに気づいた。そうか、これ嫌いか。ステレオ何か入れてたかな サトルがカーステレオに切り替えると軽やかな曲調のオーケストラが流れてきたうんこれはまあまあだね俺のお母さんが好きだったんだよポール・モーリアうん悪くないよ今かかってるのハトとか出てきそうで猫的に楽しいし車が好きな猫だなんて知らなかったよ 知ってたらいろんなところに行ったのに。車が好きっていうのは語弊があるな。僕が車に足を折られたことを一瞬忘れてないこの銀色のワゴンが好きなだけだよ。これは悟と出会う前から僕のワゴンだったからね。さあ、このワゴンに乗って。 君が次に僕を連れて行くのは誰のところだい悟とナナの乗ったワゴンを見送り家に入ると携帯にメールが届いていた妻からだ「猫は引き取ったの?」返事を打とうとして思い直して電話にした 今ならつながるような気がした結果数えたコールは7回ナナが連れてきたラッキーセブンかもしもしと妻の声はまだかたいさあ朗らかに軽やかにこのかたくなな声を解きほぐせ せーの。なあ、二人でまっさらな猫を探してみないか